プレミアリーグでは直近3試合、チャンピオンズリーグでは直近4試合連続で先発している富安。29日の RC ランス戦では前半のみのプレーで2アシストを含む見事なプレーを披露し、現地メディアの絶賛を集めていた。今季は左右両サイドバックで高いパフォーマンスを継続していることから、地元メディア、フットボールドットロンドンがスタメンに定着させるべきと指摘するなど、起用法に注目が集まっている。 そんな中、プレミアリーグで首位を走るアーセナルは、2日にホームでウォルバーハンプトンと対戦する。フットボールドットロンドンの2人の記者は、日本代表ディフェンダーは先発すると予想しているようだ。トムキャントン記者は、富安武博が今度は何をやってくれるのか、興味をそそられるね、とし、右サイドバックでの先発を予想。また、カヤケーナック記者は、アーセナルには多くの選択肢がある、としつつも、 富安武宏と、オレクサンドル・ジンチェンコは外せないと思うとし、復帰したベン・ホワイトは、ベンチに座る可能性が高いと分析している。一方で、ガーディアンのニック・エイムズ記者は、アーセナルには次々に朗報が舞い込んでいる。ホワイトとの新契約は間近だとし、富安武宏はランス戦で本当に素晴らしいプレーを見せた。だが、ホワイトは土曜日のウルブス戦で先発に復帰するかもしれないとし、 昨季から右サイドバックのレギュラーを務めてきたイングランド人ディフェンダーが先発に復帰すると予想した。